本日も再発しないを目指す歯科医師秋元正弘先生にお話を伺っていきたいと思います。先生、今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日いただいているご質問が、はい、歯が決まって、食後数時間経つと痛みます。虫歯ではないんですよね、というご質問いただいております。はい、先生、こちらはいかがでしょうか。もちろん虫歯で痛むということもありますね。はい、で、まあ、食後少し時間が経ってからお痛みがあるということなんですけども、はい、まあ、3つ原因が考えられます。はい、一つは、ご質問された方がおっしゃられたように、虫歯で、大きな穴が開いていて、うん、はい、で、食事を取ることで虫歯によって開いた穴に食べ物が、入って、そこからさらにまた、噛むと、中に詰まっている食べ物を介して圧力がかかって、はい、歯の神経が、まあ、刺激を受けて、痛みが起きるというパターンが一つですね。はい、で、あともう一つのパターンは、虫歯がなくてもですね、歯と歯の間が少しこう隙間があったりとか、はい、接してはいるんだけども、その圧が、接してる圧が弱かったりすると、はい、歯の間に繊維質なものとかが、はい、間に挟まっちゃうことがあるんですね。はい、で、それが挟まった状態で、またお食事をとるとさらに、また上からどんどん詰まっていって、はい、まあ、食片圧入というふうな、状態なんですが、はい、食べ物が挟まって、で、上からどんどん詰まっていくことで歯茎が圧迫されて、痛みが出るということだったりとか、あとは、圧力がかかっていなくても食べ物がそこに詰まっている状態というのは、まあ、衛生的な状態ではありませんから、はい、それによって、歯茎が炎症を起こして、痛みが出るということも考えられます。はい、あともう一つは、ご自分の噛む力によって、はい、痛み、食後に痛みを感じることがありまして、例えば、まあ、もともとの噛み合わせの状態が良くなかったりとか、はい、かぶせ物の噛み合わせがそこだけ、当たりが強かったりとか、あとは、歯周病で歯を支えている骨が溶けてしまって、もともと噛む力に対してあまり抵抗力がない場合に、まあ、何らかの原因で、その歯が許容できる範囲以上の負担がかかったときに、はい、歯全体、歯を支えている周りの組織が、まあ、痛みを感じるということがあります。なので、まあ、その痛みがどういった種類のものなのか、というのがわからないので、はい、この3つのうち、どれかというふうには、言えないんですけども、いずれにせよ食事をした時に痛みがあるというのは、はい、虫歯を含めて何かしらの原因があるはずですから、はい、そちらを調べていただくのがよろしいんじゃないかなと思います。はい、かしこまりました。ありがとうございます。本日は歯が決まって食後数時間経つと痛みます、虫歯ではないんですよね、というご質問を先生に聞いていました。はい、先生、本日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。